AMAFES みんな合わせてアマユス。こんにちは、アマフェスのはるかべです。今回僕が来ている場所はここは河内山見駅から徒歩5分のところにある居酒屋天さんです。この外観、美味しい居酒屋さんって感じで、とても雰囲気が良きです。じゃあ到着しました。じゃあ開けていきます。バカ見てください、この麻婆豆腐、とても熱そうで、とても美味しそうです。早く食べてみたいです。マスク越しからでも分かるこのスパイスのいい匂い、最高です。しっかり手を拭いて麻婆豆腐を早速食べていきたいと思います。それではいただきます。本当に美味しそうです。食べます。麻婆豆腐のちょうどいい辛さ、とても美味しかったです。驚いてます。はい、神様ありがとう。もう美味しすぎて手が止まらなかったです。しかもこの店内に流れる音楽、とても素敵で、このお料理と食べてとても気持ちが良かったです。ありがとうございます、最高です。それではもう一口食べていきたいと思います。これはですね、美味しすぎてほっぺたが落ちる感じを再現しています。本当に美味しいです、グッジョブマーク。麻婆豆腐以外にもこんなにメニューがあり、とても美味しそうです。しかも安い。この辛さめちゃくちゃうまいです。ちょうどいい感じの辛さで、とても豆腐柔らかくてとっても美味しかったです。じゃーん、完食しました。それではみんなで、せーの、ごちそうさまでした。僕はこの日以外にもこの店に来たことがあるのですが、このしめ鯖の炙りもとても美味しかったです。そして名物がこのちりとり鍋です。だしも効いていて、お肉も柔らかくて野菜もたっぷりで、さらに締めのラーメンがとても美味しかったです。これからの寒い季節にとてもぴったりですね。この居酒屋店、とても料理が美味しかったので、皆さんもぜひ来てみてください。それではバイバーイ。